安田正志と西本光大のセカンドベース。皆さんこんばんは、安田正志です。西本光大です。今回も皆さんどうぞよろしくお願いいたします。さて、早いもので今年ももう今日から3月です、はい、皆さんお気づきの方はいらっしゃるかもしれませんが、この3月は先月2月と曜日が同じなんです。そうですね。ちなみに今月3月と同じ曜日の配列なのは2月、9月、12月と4ヶ月もあるんです。そうなんですか。そうだよ。ちょっと待ってください、ね。2月、9月、9月、10、12月。ほんとっすね。すごいですね、安田さん。いや、別に僕がすごいわけじゃなくて、あの社会人の常識です。ちょっとかっこいいけど、なんか腹立つわ。ちなみに、毎年、4月4日、6月6日、8月8日、10月10日、12月12日のグループは必ず同じ曜日になります。ちょっと待ってくださいね、4月4日、6月6日、6月6日、8月8日、8月8日、10月10日、12月12日。同じですね。なんでですか、まあ、これ各日付はですね、まあ、それぞれ63日、まあ、ちょうど9週間ずつ離れているからです。どうしたんですか、安田さん。いつもと芸風違うじゃないですか。芸風って、まあ、そしてまだ行くの、3月3日、5月5日、7月7日のグループ、そして、9月9日、11月11日のグループも同じく9週間ずつ離れているため同じ曜日になります。よくわかりませんが、今日の安田さんのことをもうなんか小読みパイセンって呼びたくなっちゃいましたね。小読みパイセンって、まあ、とにかく、まあ、こんな豆情報も入れながら、まあ、今回もセカンドベース最後までよろしくお願いいたします。そうですね、なおこの番組セカンドベースはラジオ収録と同時に撮影していただいております。映像を編集してリメイクラジオとしてラジオ放送後約1週間程度で YouTube にアップしていただきますので、リメイクラジオセカンドベースで検索していただきますよう合わせてお願いいたします。それでは今回最初のコーナーは MJ50 のコーナー、はい、このコーナーはプチ一人旅が好きな僕安田正志が、毎月ですね、山手線の田端駅からスタートして指定する目的駅とその駅数がですね、必ず往復ジャスト50にして田端まで帰ってくる、その過程と、その工程とですね、目的駅のリポートをさせていただくものです。まあ、ただ今回もまだまだ新型コロナウイルス感染拡大防止対策を、まあ、遵守する形で、まあ、関東圏のですね、今回は埼玉県、比企郡にあります滑川町にある月の輪駅に行ってまいりました。ちゃんとひらがな縛りリサーチして行ってきましたよ。いや、この ひらがな縛りもそのオープニングの小読みパイセンでもう書き消された感じありますよね。そうだろ。なら小読みパイセンに免じて次回からひらがな縛り解除していい？ああ、もうどうぞどうぞ。わ、はい、かりました。あ、まあもうね、気を取り直して、はい、まあ、今回行った月の駅の概要を少しだけ紹介させていただきたいと思います、はい、開業はですね、2002年平成14年の3月になります。所属は、東武鉄道の、東上本線ですね、はい、になります。そして1日平均乗降人員なんですけれども5352人ですね、これ今回この数は、2019年度ですね、令和元年のものとなっており、ちょっと調べたところだと着々と、利用客の人がですね、はい、右肩上がりなんですよね、年々増えてるらしいです。2002年から比べるとですね。そして今回この月の駅のルートにどういったか説明していきたいと思います、はい、行きはですね、 JR 京浜東北線、田端駅に、から大宮駅まで行きます。ここで13駅、はい、そして JR 埼京線に乗り換えまして大宮駅から、川越駅まで行きます、はい、ここで5駅、そして、東武東上線、急行に乗り換えまして、川越駅から、目的駅の月の輪駅、ここで10駅、合わせますと28駅となります。行きは28駅、はいはい、そして帰りはですね、駅と同じ、東武東上線急行に乗りまして月の輪駅から、まあ、川越駅まで行きます。ここは同じく10駅ですね、はい、そして JR 川越線快速に乗り換えまして、まあ、川越駅から、まあ、大宮駅に行きます、はい、ここで5駅、そして JR 宇都宮線に乗り換えまして大宮駅から赤羽駅まで行きます、ここで3駅、
そして JR 京浜東北線に乗り換えまして赤羽駅から田端駅、ここで4駅、うん、そして帰りの合計は22駅と、はい、で合わせますと50で行くことができましたということですね、はい、今回も半分半分みたいな感じですね今回。そうですね、うん、ちょっと考えてはみたんですけどもね、うん、なんか一駅ちょっと足りないとか、あ多いとか、なるほど、そう、そのね、このルートだとなんかあの変な風なルートになっちゃうからなとか、うん、ちょっとこれがベスト50駅、ベスト50、まあ僕の中ではね、うん、なるほどね、一旦感想なんですけれども、はい、まあ、東武東上線では2番目に新しい駅ということで、まあ、そのこのね比較的、まあ、駅舎も綺麗な感じな印象でした、はい、そして駅の周辺はですね、まあ、スーパーがあったり、うん、あのまあ、学校があったりと、あで少し離れると、まあ、住宅街みたいな、はいはい、まあ、そういうなんかベッドタウンじゃないですけれども、うん、住宅街が広がってるというような街になります、うんうん、そしてですね少し、まあ、散歩がてら、まあ、近くの、まあ、小さな公園に行ってみようかなと思ったんですよね、うん、やっぱリサーチの時に周りどういうのあるんだろうって調べるんで、はいはい、ちょっといい距離ぐらいにちょっと大きめな公園あるじゃんと思って行ってみたんですけれども、はい、まあ、残念ながらですねこの時節柄なのか、まあ、子供やね、お子さんが遊んでることはなく、まあ、ちょっとあのね大きい公園に誰もいないっていうのはちょっと寂しいなっていう印象でしたね。そうですね、できればねこういうね、うん、コロナウイルスもねなんか公園が かわいそうですよ ね、 ね、なんかほんと遊具が遊んでくれって言ってるような、うん、それは分かんないけどいや分からない、いやでもなんか、うん、そういうこの時節コロナが終わったら、うん、ね、なんかワイワイしたその賑やかなね、うん、の日常を取り戻してほしいなってそんな感じに思いました。はい、はい、以上今月の MJ15 のコーナーでした。今月のラテ、改めまして今お聞きの放送セカンドベース、担当は安田雅史と西本光大でお送りしております。さて続いてのコーナーは西本くんのコーナーで今月のラテ、このコーナーはコーヒーのラテではなくラジオテレビの略で、まあ、新聞とかにあるラテ欄のラテのことです、はい、実は西本くんはテレビドラマや映画が大好きだそうで、まあ、現在放送中のドラマや自身が参加したドラマ、過去の西本くんのお気に入りの作品などについて西本くんのこだわりポイントも含めてご紹介してくれるコーナーです。では西本くんよろしくお願いいたします。はい、今回は2006年の1月クールテレビ朝日系列で放送されていましたドラマ時効警察についてお話しさせていただきたいと思います。はい、お願いします。時効警察はご存知ですか？聞いたことあるくらいで申し訳ないですけど、見たことはちょっと、じゃこれを聞いてね、はい、どうちょっと知らない僕に紹介してくれよ。そうですね今回これはちょっと気合を入れてる作品なので、はい、お願いします。では概要を説明させていただきます。はい、監督脚本は三木聡さん、岩松亮さん、園子温さん、塚本蓮平さん、ケラリーノ・サンドロビッチさん、高山直也さん、こちら高山直也さんは脚本のみでした。はい、でチーフプロデューサーは、黒田哲也さん、はい、出演者は小田切譲さん、はい、麻生久美子さん、豊原康介さん、布施恵里さん、江口典子さん、日田康人さん、三石健さん、岩松亮さん他です。はい、でこちらのあらすじをご紹介させていただきます。公式サイトによりますと、時効が成立した事件を趣味で捜査する総務省時効管理課の警察官桐山過去小田切譲さんの活躍を描く新しいコメディミステリ ー、はい、時効が成立した事件を趣味で捜査という斬新な発想を軸に、桐山 vs 逃げ切った犯人というミステリー要素とそこに散りばめられた笑いのエッセンスが共存するドラマ、脚本監督には三木聡、岩松亮、園子温、ケラリーノ・サンドロビッチら映画界演劇界の奇才たち、映画ドラマ CM など多方面で活躍する小田切が彼らとの豪華コラボレーションを実現する、なんとなく見ているうちになんとなく病みつきになってしまうドラマなのだ。お、噛んじゃったね、すいません、よろしくお願いいたしますという公式サイトによりますとこういう風になっておりました。なるほど。いや、なんでこれをなんで自分がこんな気合入ってるかっていうのをもう最初に説明させていただくと、うん、小学校の頃にもう最初に見たんですよ、うん、それがなんか大人たちが見てるところに間に入って見てたんですけど、そうなんだ。そうなんですよ。いやもう没入感というか、なんかその
あらすじにあったなんとなく見ているうちになんとなく病みつきになってしまうのはもうその通りだったんです。もうその通りの人だったんだ、ね、はい、もう虜になっちゃって、いやまあなんかなんで虜になってなしまったのかっていうのの一つなのかなっていうのが、うん、警察ものでコメディっていうのはなんかその2006年っていう時代では珍しいのかなっていうのがありましたね。しかもねコメディミステリーだからね、すごいよね。なんかミステリーってるとね、うん、なんかそういう堅苦しいじゃないけどさ、重い感じに なりがちですよね、僕のイメージだけど、うん、いやでもそんなイメージなのが、うん、警察もののコメディミステリーっていう、なんか斬新ですよね、うん、斬新斬新、なんかそういうキャッチ、なんかそういう雰囲気の作品だったっていうのと、うんうん、いやなんかもうその三木聡監督の映画とかももちろん撮られてるんですけれども、うん、それで特徴的なのが、うん、メリハリ、メリハリ、はい、ほうほうほう、その長回しだったり、うん、割りカット割りがすごい特徴的なんですよ。すごい長回ししてるところもあれば、なんかその、まあ、この作品がシュールなので、うん、なんかシュールさを表現するためにカチャ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 っていろんなところで空気を作るみたいな。なるほどね、テンポがいいところはテンポがいいみたいな。いやもうテンポ感最高なんですよ。なるほどね、これがいやなんかもうあとなんていうんですかね、面白い要因の最大は多分脚本の回収力っていう感じですかね。そうなんだ。なんかいろんな小ネタが満載なんですよ。でも実はそれって事件に関わってたことがたくさんあって、あちゃんと回収してくる、あすごいね。あのジャングルポケットの斎藤さんみたいな、あーいっていうのが、うん、もうドラマ最後、あなるほど、ね、集めてあーなるほどっていう面白さですちょっと伝わりにくかったですか確かにねいやでもなんかすごい、例えばネタっていうか、うん、そういう小ネタっていうのは、うん、その例えば日曜日にメガネをかけないイギリス人じゃないんだからって、ちょっと意味わかりません、わ、うん、からなく、わからないですよね、うんうんうん、えってなったですよね、うん、でもそれがなんかでも意味わかんないけど、それ正しいか正しくないかってわかんないじゃないですか。もうそうだね。まあこの結果はドラマ見たらわかるんですけど、最終話とかに出てくるんですよ。あー何それ、ちょっと見たくなるじゃんあとあまあ自分個人的に好きなのが、うん、自己管理課のところに黒板があるんですよ、うん、黒板、はい、そこにちょっと注目してほしいんですけど、うんうんうん、なんか十文字隼さんっていうその、うん、豊原康介さんが演じる十文字隼さんっていう方がいるんですけど、うん、その方が、うん、マタライさんっていう、あの不整理さん演じるマタライっていう方をめちゃめちゃバンって叩くんですよ、うん、叩かれたら、うん、正の字で一本ずつ足していくんです数えてんだ、そうそう、叩かれたところを書いてるんですよ。ちょっとそれ見てほしいです、ね、個人的に。そういうちょっとちっちゃいボケもあるんだね。小ネタ満載なんですよ。すごいね。いやなんかもう小ネタ満載なので、うん、まあミステリーなんですけど、そういうちゃんとミステリーは、はい、あー解決していくんで、それもいろんな要素がふんだんに詰まってるこの時効警察を、うん、ぜひ見ていただきたいなと思います。あすごいですね、ちょっと見たくなっちゃった。本当ですか。いやもう小ネタっていいよね。いや本当やみつきですよ、あれは。あこれってこうなのかとか、そうそうそうなんですよ、うん、一見ボケに見えたあれがちゃんとその重要なキーワードじゃないけどね、うん、なんかっていう、あなるほどね。いやもう語らいたいですよじゃあもう見ます。あ本当ですか。ちょっと気になっちゃった。いや見てほしいです。いやこれは本当に、ね、ぜひねリスナーのね、はい、皆さんにもね、はい、見ていただけたらと思います、はい、自己警察ですね、はい、はい、以上今月のラテのコーナーでした。ラジオでキャリアアップ。さて続いてのコーナーはラジオでキャリアアップということで、西本くんがこの番組のレギュラーパーソナリティを務めることになって、リスナーさんを巻き込むガチでドキュメンタリータッチなコーナーはということから、なんかどんどん資格を取ってみようということで始まったコーナーです。はい、いろいろどんな資格がいいかということで、この番組内で公開ミーティングさせていただきまして、はい、あの安田さんのプッシュがあって、はい、食生活アドバイザー、うん、食生活アドバイザー、うんの資格を取ろうと決めました、うん、ただそんな中スペシャルゲストの誠さんやら、うん、緊急事態宣言とかでバタバタしておりまして、うん、久しぶりのこのコーナーということです。いや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 、誠さんと緊急事態宣言一緒にしちゃダメだよ。いや僕にとってはなかなかどちらもハードルが高いものでしたそうなの、はい、まあいいけど。で食生活アドバイザーはどうなの。え
いやざっくり聞きますね。どうなのって何が、いや先輩としてはその後どうしたのかな、勉強してるのかな、まあ、試験はいつなのかなとか、まあ、いろいろ心配してるんだけど、まとめて言うと食生活アドバイザーはどうなの。まあいいですけど、うん、ということで、はい、じゃじゃーん、参考書です。はい、今ですね、あの西本くんが、はい、参考書を出してくれたんですけど、はい、リメイクラジオね、はい、ぜひ見てくれると ありがたいんですけれども、はい、あのこういった はい、食生活アドバイザー、食と生活のスペシャリスト、食生活アドバイザ ー、うん、公式テキスト&問題集、こちらは一般社団法人 FLA ネットワーク協会さんのこちらの、はい、本でございます。に買ったか、参考書、はい、買いました。で見てどうなの。見て、うん、見てみて、うーん、なんか思ったより分厚かったですね。あ、どうぞ。結構、まあでも確かにね、うん、本当にさ、あ、しかもさ、あのよく英単語とそうそうそう、これ赤の赤のこの赤文字があって、はい、でそれを透かし、こういうやつですね。そうです、はい、それをこれで隠すと見えなくなって練習できるみたいな、ね、赤文字になってて、ね、そうそう、はい、こういうのがあったりして、なんか結構本当本格的な書籍で、うん、そうなんです、すげえすげえ。いやなんかでこの実は番組のプロデューサーさんが僕が受験するということで、うん、食生活アドバイザー資格試験を管理運営されている一般社団法人、うん、FLA ネットワーク協会にいろいろと問い合わせしていただき、お忙しいところわざわざこの番組宛にご回答をいただいたんで、今回はまずご回答いただきましたその触りの部分を ご紹介させていただきたいと思います。すげえ、なんかすごい、これなんか真面目な、いやなんかもう本格的にガチな本当にやってきたよね。そうなんですよ。いやなんかだから今回は触りの4つ、はいはい、4つの質問に対してお答えいただいたんで、それを紹介させていただきます、はい。まず1つ目、この FLA ネットワーク協会の FLA とは何の略ですかという質問をさせていただきまして、はい、こちらは FLA とはフード&ライフスタイルアドバイザーの略です。こちらフードの F& ライフスタイルの L、 アドバイザーの A、 FLA ということだそうです、はい。2つ目、そもそも食生活アドバイザーとはどんな仕事ですかという質問で、食と生活の知識や教養を認定する資格です。活躍の場としては食に関する業界職種であればどこでも活躍できます。食品メーカーや飲食店、スーパーやデパート以外にも病院、介護施設など幅広い分野で活躍されています、うん。3つ目、食生活アドバイザーの試験日程はいつですか。こちらは毎年7月の第2日曜日と11月の第4日曜日です、4つ目、合格基準最低目安点はということで、こちらは3級2級ともに合格点数の 60% 以上の得点を有することで検定合格となりますという4つの質問に対して答えていただきました。ちょっと待って、はい、ちょっと待って、はい、あの触りの部分で言ってたんだけど、うん、あのいきなり確信に来てるよ。そうなんですよ。そう、あの試験に行ってもう出るってこと。そうですよ、7月の第2日曜と、だから今年だと7月11日なんです。えあと4ヶ月しかないやん、大丈夫。そうですね、うん、しかもそれに合格基準が 60% 以上の正解率がいるじゃん。そうですよ。いや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 、西本君さっきからそうなんですよしか言ってないけど。そうですよ。まあちょっと焦ってます。テキスト買ったとか自慢してる場合じゃないよ。範囲とかめちゃくちゃあるんじゃないの。いやめちゃめちゃある。まあこのテキストの目次を見ても、うんうんうん、食文化なんですかね、うん、こちら、食生活アドバイザーの、うんうん、もてなし上手になろう、食文化と食習慣に関する基礎知識、こちら一つと、買い物上手になろう、食品学に関する基礎知識、うん、食品学ですねこちらが、うん、で段取り上手になろう、うん、衛生管理に関する基礎知識、うん、こちらが衛生管理、うん、生き方上手になろう、食マーケットに関する基礎知識、うん、食マーケット、でこれがやりくり上手になろう、社会生活に関する基礎知識、社会生活ってあるんですよ。え待って、ほらあの1ヶ月一生ずつ勉強していったとしても、うん、ギリギリじゃない。で全体の 60% の
正解がいるんでしょ。いや間に合わないですよ。なんで今月まだ1日だから3、4、5、6、7の5ヶ月あるよ。いやいや7月11日なんで、あの試験が。あそうか。安田さん算数苦手ですか。いや俺はいい。そんなことより、うん、間に合うの。いや間に合うか間に合わなく、間に合わないかっていうより間に合わせるか、そっちですもうもはや自力ですよね、これは。うどうですか、もう一回見ます。だってさ、だって食文化と食生活、うん、食品学、うん、衛生管理、食マーケット、社会生活、うん、っていうことでしょ。ここくらいは、ね、なんかすごいもう仰々しい文字がすごい並んでるけどさ、漢字いっぱいですよ。いや そこじゃねえよ、うん、漢字いっぱいですよ。そこじゃねえよ、だって本当にすごいよこれ。いやだからまあやるかやらないか、やるしかない。まあやるかやらないかじゃなくてもやるしかない追い込まれてますなんかすげえ今かっこいいセリフ言ってるけどさ、当たり前、当たり前だよねだって糖質の特徴とか書いてあるもん。いやもうみたいな。ノータッチなんです。何も今質問されても何もできないですでしかもノータッチなんでしょ。だ代謝とエネルギー代謝って何が違うのって思っちゃったのよ。もう分かんないですね。もうすごいね。でも旬の食材とかもちゃんとこうあって、うん、多分こういうのも出るんだろうね、うん、何が旬かみたいなのも。あとなんかショーが終わったら、うん、模擬問題みたいなのあるんですよ。お、そうなの。はい、ちょっと見てみて。ショーが終わったページに、これか。あ、そうです。本当だ本当だ。それでまた勉強テスト対策みたいな感じで できるんじゃないかなと。なるほどなるほど。はい、頑張ってとしか俺は言いようがないけどさ、もう頑張りますとしか言えませんはい、頑張ります。はい、じゃあ頑張ってください。ね、後日このね、あのどういう進捗状況もね、このラジオでやっていきたいと思いますので、はい、ぜひあのどういう本を買ったのかなっていうのを気になる方は、リメイクラジオを見ていただけると、ありがたいと思います、はい。以上ラジオでキャリアアップのコーナーでした。皆さんもうエンディングの時間になってまいりました。今回の放送皆さんいかがだったでしょうか。皆さんからのお便りお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com、info@plus-box.com セカンドベースまでお待ちしております。はい、ということですね、はい、今回食生活アドバイザーのやつ、はい、進捗ね状況をちょっとやってすごい危機迫る感じなんだなっていうのを僕は言って、ちょっと頑張ってね、本当に焦りましたが頑張りますはい、頑張ってください。はい、はい、それではセカンドベース、次回も同じ時間にお見かかりたいと思います。番組パーソナリティは僕安田雅史と西本光大でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。